食べてもらえないのも哀れです。需要補給にと思ったのですが、失敗だったか。よかった。すみません、気の利いた話ができず。俺の後ろに六郎。どうした？怪しいものではありません。運の六郎、俺たちの仲間です。ええ、いい、俺はもうダメだ。それより伝えねばならんことがある。何が？雪村様が死んだ。武田はもう…分かった。他の仲間は？サスケはどうした？分からん。これか。姫、これの書状を。宮凪の伝令のもののようです。ここへ向かっていた伝令から託されたのでしょう。姫！一人じゃない。生きていれば一人じゃなくなる。強く、強くなるんです。なら俺がいます。姫が一人じゃなくなる時まで俺が。はい。大丈夫、大丈夫です。姫、俺がついている。気がつきましたか。おい、気分はどうだ。起き、小次郎殿と話していました。会を出た方がいい。この城も危険だ。いつ それはなりません。これは雪村様の命でもあります。何か予感するところがあったのでしょう。出陣前に言われていました。万一の際は何よりもまず姫を守れ、何があっても死なせてはならぬと。まずは城を…そうです、まずは安全な場所に逃げてから後のことは考えましょう。よし、行くか。俺は…いえ、俺はあなたと一緒に城を出ます。あなたを最後まで守ること、これが主の最後の命令ですから。とりあえず善光寺を目指しましょう。上杉謙信は信仰心に厚い。あの辺りだけは戦火に巻き込まない。
少しだけ休みましょう。いよいよ姫、おい、姫、何をするのです。ここが柔らかい草地でなければどうなっていたか。バカを言うな。後を追われても雪村様は喜ばない。姫の父上とて同じだ。心がついていきませんか。生きるんです。ただ生きればいい。生きていればいつか心もついてくる。家を失った時の俺がそうでしたから。はぐれました。別々に姫を探している途中、追っ手がかかったので、いえ、甲斐の兵です。あなたを人質として越後に差し出し、命乞いをしようと考えていた連中です。あれだけの使い手です。あんな小者どもにやられはしないでしょう。立てますか。立てるなら進みましょう。小次郎殿を探すより姫を安全な場所へ移すのが先決。もう少し待っていてください。腹が減るのは体が生きようとしている証。いいことです。よかった、本当によかった。このまま何も食べてくださらなかったらと案じていた。
いいんです。俺は越後へ行くのがいいと思います。姫はもともと越後へ行くかもしれなかったのでしょう。つてはあるはずだ。宮永が滅んだからには同盟への遺恨はないでしょう。上杉謙信は敵ながら義に厚いと聞いています。よるべない姫に悪くはしないかと。では善光寺を目指し、そこから越後領に入りましょう。寒いですか。すみません。火を大きくすれば見とがめられる。あの姫、嫌なら言ってください。姫に風邪をひかせるわけにはいかない。構わないから、泣いて。俺がこうしていられるのは姫がいるからです。あなたを守ること、その約束が雪村様と。どうしてそんなこと。そう言われてみると、どうしてだろう。なんとなくとしか言えないです。ああ、でもきっかけはわさびです。俺、わさびが苦手で、少しでも食べると涙が出るんです。けど、雪村様は全然平気で、山のように茶漬けに入れる。それで、なんだ、こいつは同じ年なのにすごいなと。ねえ。ああ。よく言われます。俺、子供の頃から老けていたんで。雪村様にもよく言われました。10代の頃は特に。あの人結構。
まず善光寺を目指しますが、少し遠回りします。この先に川があります。昼毛はそこで魚を取れます。大使、もうその話はやめてください。そう言ってもらえるな。でも褒められたものじゃないんですよ。その頃の俺は、いえ何でもありません。新鮮なうちに魚を焼きましょう。これも忍び道具です。いざという時手裏剣代わりにもなります。そんなことまで雪村様が。いえ別にいいですよ。俺の父は浅井家に仕える武士けど、浅井家が滅亡した際俺の家も滅びました。子供は幼い俺だけだったので、家臣の一人が俺をこっそり連れて逃げました。いえ知っていてもらった方がいいです。伊賀の名張の将へと逃げたが、俺を連れて逃げた家臣は年寄りで長く生きられなかった。その俺を拾ってくれたのが桃地三太夫という伊賀の忍びでした。はい、生きるために。強くなどない。その証拠に俺は道を見失った。身につけた力の使い方も分からず、はい、魚が焼けたようだ。食べましょう。悪、そのようにと。はあ、俺たちはいつも串のままです。姫にそのような。俺が頼んでもですか。俺が甘えてほしいと思っていると。すみません、忘れてください。魚の食べ方は姫だから、というより女だから。口からいいんですよ。けれどこれからはいろいろ仕事も頼んでいくと思います。その方が不自然さがないですし。姫、そこは段差がありますから気をつけてください。